インクラフトとシーザリオに迫られる図に対するみんなの反応集。そうきたか。僕の考えはこうだ。これなんて丸毛？どちらを選んだの？正解はドッキリ大成功だよ。でもこのトレーナー福永雄一なんだよな。俺は何にでもなれるってことか。もしかすると源氏パイになってしまう可能性も。ああ、これ桜花賞のやつか。肩を重みしますラインクラフト様。き、何よあの子。オフのザリオは言いそうだな。肩もみはなかったか。でもこのチーム制裁枠埋まってますよね。そもそもそのコンビに脳焼かれてチームに来たんだぞこの二人。強い。キングは冒頭からもう制裁だった。キングから絶対離れないぞで世界線変わった気がする。ユミちゃん的解釈は最終章の最後の一枚絵でチームに勧誘されてる姿で初登場しそう。それこそタクトみたいに桜花賞をドッキリネタに落とし込んだか。桜花賞のあれ忘れがもそうだけどラインクラフトにだけアドバイスしたっていうのもそうなのかなって思った。お前たちが俺の翼だ。君は誰とキスをする？トライアングラーさんは銀河にお帰りください。八方丸く収めるために姿を消すしかなかった歌舞伎者。かっこまだ孫は生まれないかしら。気が早すぎるわよと思ったけど、そういやお母様は現役中にキングを見こもってらしたわ。実際期待の新人2名の一番大事な時期に何しとんねんってなるからな。まだキングが在学中でチームも育成中なので状況を見極めながら卒業後か成人後かタイミングを見計らっているところ。王道の展開キングだけに。かっこ娘の注意がそれてる今なら判断が遅いべ。ほらお父ちゃんの後ろに。そういえば遊泳厩舎の話でしたね。3部は池添の話になる可能性が。制裁枠はカレンちゃん。カレンちゃん、スイーピー、よか。そりゃカレンちゃんが制裁になるよな。うん、トレーナーがボコボコになる未来しか見えない。姉上あたしらを差し置いて制裁ずらする後輩がいるらしいぞ。政権これは一刀両断するしかありませんね。調教師は辛いことを強要してくる嫌な奴として認識されて好かれるのは世話してくれる厩務員さんなはずなのにずるいぞ。スガイのレス。スガイは育ちには好かれてたから。他の白いやつ、まあエルトグラスでも見たいやつ。同期の天才トレーナーってシリウストレーナーのことなのかな。タッケのことなのかな。わざわざ天才ってつけてるし武豊じゃないかな。単純に同期ならズンコとかユージもいるけど多分タッケやと思う。ラインクラフト、メインヒロインだけどあんまり人気出ないタイプのヒロインっぽい。サブキャラのスイープが人気出てアペンドディスクでシナリオ追加されそう。ラインクラフト？まだ寝てるよ。カッコ暗優勝としては半分だから、あえてクラフトではなく他キャラにスポットライト当ててる感じあるしな。アペンドディスクなら1500石ですよ。桜花賞でどちらか選ばないといけなかった話かうまく落とし込んだもんだ。え、デカパイの方を選ぶんじゃないんですか。僕の考えはこうだ。双子だったら一緒にレース出ようってでき、お兄様、カッコバシー。他人ドンしてもいいって？まさかのガンパレードマーチ。個別トレーニングかっこいいミシン。来シーザー。一人一人勝ってほしい。でも三人のうち誰かが勝てばよいって矛盾した思いを抱えながらチャンミ育成する俺だ。実際冒頭で語られた伝説のレースは2部の間にあるのかね。書き方的に伝説のレース関係は3部とかに持ち越される感じもするけど。タクトちゃんが2部の鳥っぽいからそこでやるんじゃないかね。まあ制裁なんざ単にエイシンプレストンが実装されてないからってだけに過ぎないんですがね。あと池添んとこのグランダル。どっち、カッコが成り立てるエレキギター。カラーリングが君が望む永遠。争奪戦が発生する前にテレポートして逃げるトレーナー。でもキングと高松の宮記念取ったのは真の方なんだよね。成田トップロードもそう言ってた。シーザリオもスペットしてきた。オフモードザリオからスペの遺伝子を感じる。スペットしてきた。スペを継ぐもの。キーは言いそうだなオフだと。立ち位置や性格はラインクラフトがスペットしてると思ってた。シーザリオの垣間見える隠せないスペ。賢いスペちゃんって感じだ。ひどい言われようである。スペちゃんなら切り分けずに自分で食ってた。あげます。ラリッとしてますね。下のシーンでアジェントするキングの顔好き。やっぱりスペじゃないか。でもシーザリオのこのギャップは正直すごく刺さる。スーツみたいな私服だな。そりゃもうシーザリオだからな。断層の霊人だもんな元ネタが。ザリオはあげません。しないんだ。切り分けて2つ分余計に食べたりもしなさそう。スペは頭にケーキ乗せるからな。この美人顔でスペちゃんが入ってくるのはヤバくない？クリスエスといる時も下みたいな感じなのかな。こんなこの汗でおにぎりを。なんか対面だと硬いけど文面だとめっちゃ砕けてるタイプなんやろか。いやただオンオフはっきりしてるだけ声色すら違うけど。ザリオでこれならブエナはどうなってしまうのか。来るか、クールビューティーブエナディスタ。
クールビューティー属性な田舎娘かっこ CV 細江純子は盛りすぎで方向性行方不明では？田舎娘要素ないだろ。じゃあどう見てもスペの娘のブエナはどのレベルのスペドになってしまうんだ。ブエナは昨今の新キャラのデザインの傾向を見るにまずは最強女王って印象を強めてきそうな感じはある。ザリオもスペって感じ出てきたからブエナもお色直しした後もブエって感じは欲しい。もはやスペの謎ケーキネタ公式がいじってるよね。ひどいマッチポンプ。オフモードだと普通のお菓子作りが好きな女の子という手で来るとは再利はまだまだ引き出しが多いな。お菓子作りでは負けたくない衛心フラッシュ。クリス S さんとお菓子作りしてきますね。待ちなさい娘。キングおば様。シーザリオンとシーザリオフくらい違う。笑った悔しい。シーザリオフは CV 早見沙織かと思って声優確認しに行った。違くてやっぱ声優はすげえや。ってなった。かっこコナミカン。ブックオフとハードオフくらい違った。さすがにあざとすぎますよ娘。こんなん反則級の可愛さやんけ。困惑するキングの画像使い勝手良さそう。また100面相が増えてしまった。キングからすれば、自分より格上だけど水着で図書室にいたりする変な動機の娘の面倒を見てるんだよね。お父さんが水着で図書館にいるところを見たそうですね。キー、羨ましい。つまり美人で癒しくないスペちゃん。スペのキャラクリのスライダーを調節した感じあるよな。ザリも癒しいだろ。意味が違うんだな。ザリオちゃん、あげます。でダメだった。こんなの僕のデータにはなかったぞ。かっこ娘相手でも全身全霊はあげません。出るたびに株を上げるキング好き。株は上がっても首は下げろ。汎用キングちゃん。キングさん、ってとこでビクつくの好き。メインストーリー第2部はティアラ路線。って宣伝してるけど正直ティアラ路線よりも福永雄一物語だよね。飛行機雲なぞるにおわせは感心した。クラフトのお父ちゃんとお母ちゃんがザリオなのでは？かっこ盗作。ブエナはこう、見た目全然スペットしてないのに完全にスペしててほしい。ブエナはもう CV ずんこくらいしないと埋もれてしまうのでは？スペシャルウィークにそっくりよね。いやキリッとしてるシーザリオンは凛々しい私服スーツのイケボなのに、シーザリオフは声が、え丸い。ローレル味がある。これ卑怯じゃないですかクラフト。レースではお父ちゃんザリオンでお部屋だとお母ちゃんザリオフとか。羨ましい。賢いスペちゃんってスペちゃん賢さ補正 10% あるんやぞ。賢いんだぞ。元ネタからしてオンがシーザリオでオフがバイオラなのかな。クールキャラかと思いきや、スペちゃんにおかもし出す面白い馬娘だった。やっぱり気は争えないのか。スペちゃんで賢さ出してるモブちゃんたちがシーザリオにも反応するまでそう遠くはない。まさかザリオにバグミを感じるとはこの理白の目を。美味しいねシーザリオ。あれやっぱりキングって美人なのでは？キングカッコなんかスペさんに似てるわねって思ってるようにも見える困惑顔。オンオフ激しいのをそのままお出しされるとは思わんかった。いやいくらなんでも落差すごいって。スペットしているとかいうわからないようでよくわかる表現。スペドとかいう謎の用語やねえ。それでは今回の動画はここまで。ちなみにウマ娘はゲームも漫画も面白いけどアニメ版も最高だよな。Unext なら無料で31日間視聴することができるから興味があったら概要欄のリンクをチェックしてみてほしいぜ。なんと、一気見しちゃうわ。次の動画もぜひ見に来てくれよな。ご視聴ありがとうございました。